チュース、はい、皆さん、リーチ後のつもぎり暇じゃないですか？今日はですね、リーチ後のつもぎりが楽しくなるかっこいいつもぎりをご紹介いたします。名付けてグライドつもぎり。早速やってまいりましょう。麻雀かっこいいシリーズなのですよ。ニッパー。やり方は簡単です。親指と中指でつまみます。そしたらこう挟み込むんですね。こう挟んで牌を目視したらそのままこうします。こう目視してこう、そしてこの2本の指で打ち出すっていう感じです。こうこのままこうですね。このまま送り出します。このままこの2本の指で挟んでこのままこうやって送り出すんですけど、中指でなんかこう中指で進路を決める感じですね。中指で進路を安定させる感じ。つまりこう打ち出す、こうやって打ち出す。でグライドつもぎりはつも上がりまでのコンボがめちゃくちゃかっこいいんで、ちょっとやってみましょう。牌を目視してこっからこう打ち出す、この一連の流れの中にこのツモモーションがあるんで、相手から見ると全く無駄な動きのない、無駄な動きなく、こいつこれツモ牌分かってたんじゃないかっていうような感じに見えます。グライドつもぎりはですね、めっちゃ難しいので練習しないとまずできないんですけども、もしこれマスターしたらですね、リーチ後のつもぎりが楽しくなること間違いなしでございます。ぜひ皆さんやってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。アリーテベンチ。ソフトマージャンドンキーズはマナーが良くて楽しい楽しい3人打ちのお店。遊びに来てね。